背景です。今回は続報多数あり西武故障者情報ということで、今回はライオンズの故障者情報を、簡単に話していこうかなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、西武故障者情報ということでね、まず一人一人ピッチャー陣から話していこうかなというふうに思います。まず浜谷投手ですね。浜谷投手3月4日のオープン戦で緊急降板をし、現在ねまだ実戦復帰というところまでは行っておなくて、リハビリ中ということになっております。まあ1ヶ月ぐらい経ちましたけれどもね、まだちょっと実戦で投げれる段階までは行っていないということですので、まずはねしっかりと2軍の方で実戦復帰というところですね。浜谷投手も本当に今シーズン勝負の年になると思いますので、しっかりとね復帰をして、なんとか結果を残していきたいところかなというふうに思います。続いてがクモン投手ですね。クモン投手もねまだ2軍の試合で1回も登板してないんですよね。クモン投手ね結構やっぱり毎年怪我に苦しんでるなという印象ではあるんですけれども、今シーズンもねまだここまで投げていないということですので、どこかしらやっぱり痛めているのか、コンディション不良なのかね、どうかわかんないですけれども、そういった形を離脱をしてるんじゃないかなというふうに思います。続いてが井上投手ですね。井上投手もねなかなか投げてなかったんですけれども、3月28日2軍戦で、実戦復帰果たしました。でその後はですね2試合投げまして連続無失点ということでね、とりあえずね、しっかりとね2軍の方で抑えているという形になっております。井上投手もね4年目のシーズンでね、同級生の佐々木朗希投手だったり宮城投手本当活躍しておりますので、彼らに負けないようにねなんとか一軍で頑張っていってほしいというふうに思います。で某高橋投手ですね。続いてが某高橋投手はね怪我とかではないんですけども、ちょっとねお兄さんがね亡くなったということで今ちょっと帰国しているのかちょっとわかんないですけれども、オープン戦から結構調子良かったんですが開幕2軍スタートということでね、やはりね、これが一番大きい理由というふうになっております。ちょっとやはりねこう精神的にもやっぱりこう大変な部分もねあるかなというふうに思いますので、そういったちょっとメンタルのケアもしていきながら、で2軍でねまず登板をしてね1軍復昇格ってところが見えてくるかなというふうには思いますね。続いて5人目が長薬投手ですね。長薬投手も右肩炎症でねちょっとキャンプ出遅れてしまって2軍スタートということだったんですけれども、3月28日の2軍戦で実戦復帰をして、ここまで2試合連続無失点で抑えております。長薬投手ね森友選手の人体強調で来てね、期待をされていたんですがねちょっと怪我をしてしまって、なかなかこう投げれない中だったんですが、よく投げれるようになってね、しかもしっかりと2軍でもねいいピッチングをしておりますので、ここに関してはいずれね上がってくるんじゃないかなというふうには思います。続いてが赤髪投手ですね。赤髪投手はですねシーズンオフにですね右肘を手術したんですが、4日の3軍戦でようやく実戦復帰を果たして1回無失点ということで、抑えました。赤髪投手はねちょっと手術で確か全治3ヶ月4ヶ月ぐらい、11月か12月に手術をしてそのぐらいだったので、ちょうどねこう3ヶ月4ヶ月後ぐらいの4月にですね、復帰を果たしたということになっております。赤髪投手もねやはり先発として期待されておりますので、しっかりとまずは2軍の方で結果を残していって、せっかくね昨シーズン試合化登録ところ勝ち取りましたので、1月登板というところを目指してね頑張っていってほしいと思います。そしてピッチャー陣最後が伊藤翔投手になります。伊藤投手は一昨年にトミー・ジョン手術をしてずっとリハビリをしていたんですが、こちらも赤髪投手と同じように4月4日の3軍戦で復帰を果たして1回無失点に抑えました。伊藤投手もね昨シーズン1年間ずっと投げることができなくて、苦しかったと思うんですけれども、ようやく実戦復帰を果たすことができました。まずはねちょっと試合化登録ってところですよね。今ちょっとトミー・ジョンがあって育成契約になっておりますので、2軍でしっかりと結果を残してね投げれるところをアピールしていけばね間違いなく試合化登録返り咲くことができると思いますので、なんとかまずはそこを目指して頑張っていってほしいと思います。ピッチャー陣は以上になります。続いては野手の故障者見ていこうと思います。まず一人目が岡田選手ですね。岡田選手昨シーズンから膝を痛めているんですが、未だに実戦復帰を果たしておりません。これかなり心配ですね。さすがに長いなってところですよね。昨シーズンね膝を痛めてからずっとも試合に出てないので、さすがにやっぱ年齢的にももう今年34歳ということでね結構いってますし、本当にちょっと選手生命が僕ちょっと心配になってきてしまうぐらいのレベルになってきてるなというふうに思いますね。かなり本当に苦しんでおりますし、複数年契約ところもね組んでるので、やっぱり球団としては活躍してほしい部分はあるんですけれども、なかなかまだこう試合でプレーするっていう段階まで行ってないので、ここは本当に心配だなというふうに思います。続いてが斉藤正人選手ですね。斉藤選手もねキャンプリハビリだったんですが、3月22日の2軍戦で実戦復帰を果たしました。まだちょっと2軍でねヒットとか出てないのでね、今後はねやっぱり1軍昇格とかを目指していきたいので、まずはしっかりとね2軍でヒットを打つところを目指して頑張ってほしいと思います。続いて3人目が牧野選手ですね。牧野選手は昨年トミージョン手術をして現在リハビリ中ということになっております。トミージョン手術ですので、基本的にやっぱり1年間ぐらいはねご試合に出ることができないんですけれども、でもね育成契約ということですが、ちらほらもうすぐ復帰するって話も出てきておりますので、
まあ、今シーズン本当にもう夏前ぐらいにはね実戦復帰できるんじゃないかなというふうには思います。まあ、まずはねそこ試合化登録ってところをね目指して頑張っていってほしいと思います。そして4人目が源田選手ですね。やはり源田選手の離脱ってところがライオンズにとっては一番大きいかなというふうに思うんですけれども、WBC でね右手小指を骨折をして、まあ、WBC では強行出場を果たしたんですがねシーズンは無理せずということでね現在は治療に専念ということになっております。そして4月下旬の実戦復帰を目指すということなんですけれども、まあちょっとねここに関してはどうなってくるのかまだ分かりません。一応記事にはね全治3ヶ月ってことも書いておりますので、もし3ヶ月ってなったらね6月ぐらいの復帰になるかなというふうには思うんですけれども、本人はね4月下旬を目指すということですので、まあ今後はねちょっとここは注目していきたいかなというところですね。そして5人目がブランドン選手ですね。まあブランドン選手はね昨シーズンずっと怪我をしていて、まあその影響でね今シーズンもこうキャンプにリハビリスタートということだったんですが、実戦復帰を果たしてね、まあただ実戦復帰を果たしたんですがずっとねこう指名打者で2軍の試合に出場していたんですね。まあ守備につくことはできていなかったんですが、ここもねちょっと進展がありまして、4月4日の3軍の試合で初めて守備につきました。はい、なのでですねもうすぐこれ1軍昇格のところも見えてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、バッティングではねある程度2軍でも結果残している部分ありますし、やっぱりねこうサードのレギュラーのところが、まあ、牧野選手がね守ったりはしてますけれども、やっぱりねこう若い選手が出てきてほしいっていうのはね球団としてもチームとしてもやっぱりある部分もありますし、やっぱりブランドン選手をそろそろこう1軍で見たいって思ってる首脳陣もねいると思うので、まあそういったことを考えるともうすぐ1軍昇格のところもね見えてくるかなというふうに思うので、ここは非常に楽しみですよね。まあ無理せず頑張ってほしいなというふうに思います。続いてが川野選手ですね。川野選手もねおそらく怪我してるんじゃないかなというふうに思っております。まあキャンプからずっと1軍オープン戦も1軍にいたんですが、開幕2軍スタートということで、3月24日の試合を最後に試合に出てないんですね。はい、ちょっと明らかにおかしいですよね。2軍の試合には全く出てないということですので、まあおそらくどこかしらね故障しているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ体作りとかをねこう専念するようなもう年齢でもないですし、もうなんなら1軍にどんどん出ていきたいぐらいの年齢ですので、それなのにねこうずっと2軍の試合にも出てないっていうのはねやっぱりおかしいかなというふうに思います。ここまた新たな情報入ったらね動画していきたいと思います。そして最後が西川真奈選手ですね。西川真奈選手はねオープン戦でコンディション不良で離脱をしてしまってですね、ただねやはりこう今はね順調に回復中ということでね、まあ、まだ実戦復帰とまでは言っておりませんが、4月中の実戦復帰ところはおそらくいけるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただここに関してもね1軍昇格ところはやっぱり他の選手との争いになりますので、まあ、2軍でやっぱりどれだけの成績を、ね、残すことができるのか、まあ、そこはもうまず目指してね頑張っていってほしいと思います。はい、野手投手ともに西武の故障情報以上になります。まあやっぱり一番心配なのは源田選手だとは思うんですけれども、まだねちょっと実戦復帰ところまではね当然行っておりませんので、まあここに関してはねまた新たな情報が入ってきたらどんどん動画にしていきたいと思います。他の選手についてもね同様に話していけたらと思います。はい、今後も故障者情報をぜひ注目してみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。